平成24年型3、キロワットレンズ風車風レンズとは、風車に取り付けて、風力を効率よく獲得するための部品である。論文等では、つばつきディフューザと表現されることもある。風レンズを装着した風車も、風レンズ風車、レンズ風車、または、つばつきディフューザ風車という。九州大学応用力学研究所の親、 ユージラによって開発された。風レンズの原理、風レンズ後方に発生する渦によって負圧が生じ、風速が増加する。風レンズは風の入り口から出口に向かって広がる筒と出口周辺の筒からなっている。入り口は風の取り入れ口としてやや広がっている。従来、流体中に設置されるまたは使用される機械は、流体に対する抵抗や渦の発生を 最小限にするようにデザインされることが多いが、風レンズは渦の発生を積極的に起こして利用するという特徴がある。ディフューザとツバによって風レンズの後方に渦が発生し圧力が低下する。このため入り口付近の風速が増加する。発電量は風速の3乗に比例するので、この効果によって2から5倍程度の効率上昇が見込めるとされている。 風レンズ開発当初は比較的長いディフューザに大きなツバがついたもので4から5倍の出力増加が達成された。しかしこれは風車の大型化にとって風レンズ構造体自体の重量の大きさや風レンズの受ける風の荷重の大きさといった欠点を持っていた。近年ではより軽く形状もリング状でスリムになったものが開発され、それでも 同じローター系の従来型風車に比べると2倍以上の出力増加が確保されている。風レンズ風車の利点としては以下のものが挙げられている宮城県鳥の海に設置された 1kW レンズ風車2012年8月宮城県仙台市の南に東日本大震災を受けてなお残った鳥の海の建物の屋上に NHK が開発した自然エネルギーのみで稼働が 可能なロボットカメラ通称ロボカメが設置された。これに九州大学開発の 1kW レンズ風車が利用されている。風レンズ風車が九州大学校内や大阪市立科学館などに設置されている。風レンズ風車の製品化、販売のため、山岳連携企業として2008年株式会社ウィンドレンズが設立された。その後、 新型レンズ風車の製品化、販売のため2012年、株式会社、リアムウィンドが設立された。環境省の支援と福岡市の協力により、2011年12月から博多湾にてレンズ風車を利用した、不対式海上風力発電実証試験が、九州大学によって行われていたが、2015年度、限りで撤去となった。 福岡市エネルギー政策課によると改良した電気回路を用いたフレンズ風車は北九州市や新潟市、静岡市で実用化され一定の成果があったが旧型の電気回路の風車を置き続けると危険なため撤去を決めたとのこと。ありがとうございます。